どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、選抜甲子園を見て、ね、1回戦ね、上層と、ね、石川以外に、ね、全部終わったということで、もうこの選抜の、ね、1回戦を振り返って、えぐいなと思ったね、選手をね、ちょっとね、紹介していこうかなと。まあね、この1試合ね、負けたチームもね、勝ったチームもいますけど、これ選抜で名前聞いてなくてえぐいなとか、これ想像通りやばいなと、想像以上にやばいなっていうね選手をね、これ何人やろ、もう結構ね、上げたんで、まあそれをね発表しようかなと。ほんでね、皆さんが思う、いやこいつもエグかったやろとかね、いやこいつなかなか良かったやろみたいなのがおったんで、ぜひねちょっとこうコメントしてください。まあ僕がね思う、今大会ちょっとこいつらエグかったなって、またこれ1回戦ですけど、振り返っていこうかなということで、まずね、まあ、青森山田のね、まあ、ショートの子ですよね。これ、エビーナ君ですかね。このキバットでね、打っとったね、選手。ほんでね、あの守備のね、落ち着きといいね。やっぱりちょっとね、なんていうんですかね。うわ、こんなええ選手がおんねやっていうのがまず一個と。ほんで、青森山田のね、まあ、エースの子じゃない、最後ね、出てきた桜田君っていうね、このピッチャーも、終盤に出てきてね、完璧にね、ピシャリとね、抑えましたし、この青森山田からね、2選手がね、あ、なんていうんですかね、評判以上に、えぐい選手やなって思いました。ほんでね、まあ、大阪桐蔭のね、平島君ね、これはね、やっぱもともとね、150何キロとかでね、評判はあったんですけど、実際ね、甲子園で見るとね、やっぱり圧巻でしたよね。なんか投げ方もね、なんかほんまに、なんていうんですかね、ちょっとこう、チンポジ直すみたいなね、なんかちょっとこう、もぞもぞしたね、セットから、ね、セットからなんかね、あんだけ速い球を振れるっていうのがね、やっぱすごいなと。ほんでやっぱ、ちょっとね、スピードボールがね、やっぱずば抜けてるなと。だからそれで言ったらね、やっぱ広陵のね、高尾君もね、やっぱ一回戦 見たら、やっぱちょっとえげつないなとはね、思いましたね。完成度といい。やっぱスライダーがね、速すぎますよね。130何キロのスライダーとかって、やっぱりもうね、開くバッターとか、やっぱめっちゃね、レベルの高いバッター以外はもう130のスライダーなんて、もうまっすぐなんですよ。普通にね、その辺のいいピッチャーのまっすぐのスピードでエグいスライダーを放ってきますから、だからやっぱりね、そのスライダーとまっすぐあったら、まあなかなか打たれへんなと。まあそれを分かってても、あんだけね、まあ、コントロールがね、不安視されとったんですけど、コントロールもね、バチバチ良かったんで、ちょっとこれ、高尾くんと、まあこれ、平島くんもちょっとエグいなと。ほんでね、他にもね、いろいろいるんですけど、これね、僕の中ではね、結構、めちゃくちゃいいなって思ったのが、畑中くんですね。これ関東一高のね、左ピッチャーの子。八戸ね、厚生学院相手に対して、まあそのね、低反発バット一発目ってことでね、全然ヒンダやん、みたいな。低反発バット全然飛ばんやん、みたいなね、見方でね、このピッチャーがね、あんまりね、評価されてないんですけど、このピッチャーの投球術っていうのはね、めちゃくちゃ良くて、マックスも130出るか出ないかぐらいのね、スピードボールなんか掘れないんですけど、八戸厚生学院の打線がみんな詰まってるんですよね。ほんで、なかなかね、打てない。こう、なんていうんですかね、緩いピッチャーのほんまにね、完成形みたいなね、ピッチャーなんで、だからこのピッチャーはほんまにね、もっとこう、評価、されても、なんか低反発バットで、バット飛ばんから、もうやばいやんってだけじゃなくて、ほんまにこのピッチャーが良かったんやなってね、この試合がね、重ねれば重ねるほどね、やっぱこのピッチャーの、ほんまに、投球術が、やっぱ、すごいなと、改めてね、これは評価、僕の中ではね、しましたというか、やっぱりいい選手やなと。ほんでね、阿南光のね、やっぱエースの吉岡君、これもね、なんていうんですかね、その想像を以上のね、やっぱピッチングをしとったんで、やっぱああいう、なんていうんですかね、徳島が出てくるね、たまにおるエースってほんまにいいなと、思いました。ほんでね、このね、高知高校のね、ショートのね、子も僕はね、めちゃくちゃこう評価、やっぱめっちゃうまいなと思って、守備とかで言うと、今大会で言ったら一番うまいんちゃうんかなっていうぐらいね、高知高校のショートの子ね、めちゃくちゃうまかったんで、なんか、まあ確かにね、ショートね、結構うまい選手ね、やっぱいると思うんですよ、この選抜にも。でもその中でもね、ちょっとやっぱね、花とか、
花のある守備をするなってなったらね、この高知高校の、ね、エースの子かなと。ほんでね、他にもね、まあ、これはね、まあもう、なんていうんですかね、あの、関東省ですよね。これは、あの、耐久高校のね、清水くん。なかなかね、いい試合もね、してましたし、あの、肘にね、デッドボール当たってもね、またね、蘇ってくるところがね、ほんまなんかね、ちょっとゾンビっぽくてよかったですよね。ほんまその、予選もね、全部一人で投げてきて、ほんで、肘にね、ピッチャーが肘にデッドボール当たって、次の回から掘るって、どういうことですか？しかも8回に食らってですよ。じゃあ7回に食らって、ほんで8回から全然掘れるんですよ。だからほんまにね、なんか、タフさとか、やっぱそういうのを見ても、ちょっとこの清水くんはね、あの、ほんまの意味で耐久やなと思いました。ほんでね、やっぱこれはね、言い忘れたらね、絶対ダメやなということで、上村のね、正林選手、正林か。これはね、ちょっとね、今大会でもね、ナンバーワンスラッガーぐらいのね、やっぱ勢いのあるバッターですよね。やっぱプロ注目のね、小川選手から、掘り込んでますし、やっぱね、あんだけ振れる選手ってね、まあなかなかいないですし、やっぱあんだけね、やっぱ振れたりね、あんだけね、こう、なんていうんですかね、どっしりしたね、構えをされるとね、やっぱね、オーラがあるんで、ちょっと真鍋くんみたいなね、広陵におったね、真鍋くんをね、こうちょっと、なんかこう思い出させるようなねバッターでほんまにねいいなとめちゃくちゃ思いました。ほんでね、田辺高校のエースの子をね、星稜をね抑え込んだ、ピッチャーの子と、ショートのね、山本くん、山本人生でした。桐蔭とかじゃ、待ってね、どこやったっけな、智弁和歌山とか一和歌とかからね、ホームラン取って、ほんでね京都国際からもねタイムリー取って、秋はね、大活躍で、まあ、その春ね、どうなんねんとね、なかなかね、いい選手ですから、春もね、打てるやろうとかね、まあその、なんていうんですかね、まあマークもされるし、まあ前までやったね、ノーマークの中の4番やったから、まあそうやって打てたけど、まあ今年は無理やろうって思われとったのに、えぐいね、もうバックスクリーン手前にね、まあフライ打ってましたし、なんていうんですかね、やっぱ花のある選手でしたね。だからこれが今僕が1回戦見た中でのえぐいなと思った選手たちですね。だからこうね、ちょっとね言い忘れてるかもしれないんで、皆さん、こいつえぐいのおったでとか、こいつ忘れてるやんとかね、あったらねちょっとね教えてほしいですね。まあ僕が思うほんまにえぐい選手っていうのは、とりあえず1回戦見ただけやと、やっぱこの選手たちはやっぱちょっとえぐいなと思いました、ね、ちょっとレベルが違うとか、ちょっと抜けてるところがあるなって、そういう抜けてるんじゃなくて、ちょっとこうズバ抜けてるの方の抜けてるね、って思いました。もうちょっとね、この選抜ね、まだね、始まったばかりですから、2回戦以降も楽しみですということで、皆さんの意見はぜひコメント欄です。それでは、お疲れ様。